はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは。今回もですね、新三国無双4をやっていきたいと思います。まずですね、嬉しいことにですね、僕の部屋にエアコンがつきました。はい、ありがとうございます。これで今年からですね、夏場を乗り切れると。リビングでひっそりとやらなくてもいいということで、夏はね、この涼しい部屋で乗り切りながらゲームをしていきます。あのね、ゲーム部屋がね、マジで暑すぎて、夏場ね、ゲーム機がオーバーヒートするんですよ。室温が暑すぎて、こういうのもあるんで、やっぱね、エアコンはいるわ。はい、もともとそういうのする用の部屋じゃなかったんで、ただ単に僕の趣味部屋で、フィギュアとか置きたいだけの部屋で作った、家建てる時に作った部屋なんですけど、まあ、そんなに広くない、狭い部屋なんですけど、まさか自分が YouTube をすると思ってなかったんで、エアコンとかね、全然つける気なかったんですけど、なんとかつけれたので良かったです。はい、皆さんありがとうございます。嬉しいです。ということで、やっていきます。天意第6ステージ。劉備の野郎はあと一歩ってところで逃がしちまった。結局、劉備は孫権と手を組み、いい気になって殿に対抗してきやがって、殿と奴らは赤壁で大勝負をしたんだが、奴らの小賢しい仕掛けのせいで、わしらの軍はこっぴどくやられちまった。これも劉備を取り逃がしたためかと思うと、わしは情けなくて。だが、今は泣き間という暇はねえ。殿を無事逃がさねえと。さあやっていこう。でですね、これ取るの、何日よりかな。天意の第5ステージやって、もう多分半月ぶりぐらいになるんですけど、なんかね、あ、ごめん、飛ばしてしまった。めちゃくちゃ難しくて、このステージ。4回ぐらい死んだっすわ。4回ぐらい死んだけどさ、もう5回目です。の戦力は分断され、全滅の危機に直面している。新たたしいが、ここはダットと化して逃げるしかあるまい。アクライ、速やかに我が元に戻り、退路を開くのか。よし、やっていこう。さあ、ということで、武器がですね、これ、ゴズの軽いが入ったので、ちょっとこれでやっていこうと思う。いやー、ちょっと微妙やなー。攻撃13。いや、でも、無造16があるけん、こっちの方がいいわ。難しくてさー、めちゃくちゃ死んだのよ。どうしよっかなー。で、遠慮がですね、まあ、強いんですけど、今回ちょっとあえて洋玉にしようかなと思います。はい。こっちの方がもしかしたらいいかもしれん。で、白虎真空。で、カッターはとりあえずいいとして、先端とかにしてみる。先端で行ってみようか。これでいけるんじゃない？もう天意防御力壊滅なんで、終わってるんで。これのね、難しい難易度がマジでむずいなよ。敵が強すぎてボコボコにされて、前のね、半月前ぐらいに4回ぐらい取ったんですけど、4回全部、途中で負けました。ぐらい強い。船を待ってさあ、久々なんでいけるかな。殿はどうだ。そう、ここにも敵がおるよね。そう、こんな感じで敵が強いのよ。あー、くそ。よし、よし、ちょっと待って。ちょっと待って。いや、今のは良くない。今のは良くないわ。いや、久々すぎるな、ちょっと。なあ、どうしよう。前、どんなにしよったっけ。結構ええとこまで行ったんやけどな。結構いいとこまで行ったんは行ったんよ。両玉、カッタンをスザクにしたんか、確か。そうや、確かカッタンをスザクにして、体力を増やさんともどうにもこうにもならんぐらい難しかった気がする。で、なんせね、天意圧勝遅いんで、もう敵から逃げるっていうのがそもそも選択肢にないんですよ。負けるんで、普通。よし、来い。ほい。おら、そう、妖玉があるけん、この防がれることはないよね、とりあえず。ただ、ダメージが入らない。これだけが問題。いや
ーこいつ早いんよな、もう雑魚が。雑魚兵の攻撃が早いんよ。いけるか、いけるか。怖っ。ここまでか。一丁上がりだぜ。こんな感じでね、敵がね、マジで強いのよ。マジで強いのよ。いくら真空状つけとってもちょっと範囲が若干物足りんのんで、どうしてもね、あの縦振りの時とチャージ力のための時にダメージを食らいやすいっていうのがあるんで、まあ、なるべくダメージを食らわないことを祈りつつも、無双乱舞が無双ゲージが溜まれば即乱舞をかますっていうやり方でせんと多分負ける、普通に負ける。で、玄武禁止なんで、まあ、本当はもうちょっと防御力上げて玄武をつけてもいいんやけど、もうそんな余裕がないんで今。危ないな、新鋭大地欲しいな。うらおい来い。でもまあ妖玉がないよりはどうなんやろ、やっぱ妖玉あった方がいいんかな、こういう戦いだったら。うらうら、え、あれないや、ダメージが体力回復ねえじゃねえか。間に合わんな、これじゃ遅いんよ。俺がぶっ飛ばしてやる。よし、ちょっと弓兵が邪魔かな、あの弓兵邪魔かな。ちょっと待って、回復がない。ここまで燃えちまったら立て直しようもねえ。殿も逃げましょう。わしが殿の退路を切り開きます。そう、ここまではええねんけど、こっからないよな。ちょっと待って、これどっかにね、回復があったはずなんやけど、今ないんか。ちょっと待ってよ、一旦これ回復いるな、死ぬな。これで立て直すのは無理じゃん。で、しばらくすると、あの左下の今の曹操の位置のところに援軍が一人来るんで、そいつも倒さんといかんのよね。そう、あれあれ、あいつらが、回復がない、回復が。ここ南下選手か。ちょっと待ってよ。こりゃいかんわ。回復がないにも程がある。いや、これね、マジむずいんですよ。これほんとむずいんで、どうしよっかなと思う。いかんな、俺やっぱ回復が足りんな。玄武功欲しい。玄武功欲しい。ああ、取ってしまった。そう、あれあれ。敵増援部隊が、これこれ、敵の増援部隊です。後方の。こいつらも倒さないか。あ、倒してくれた。あ、これ倒してくれるの？頑張るやん。ただまあ、なるべく自分で倒したいんでね。なるべく自分で倒したいんで、後方のその増援部隊を倒す必要がある。で、テーフもこれ確かね、配下がおったはずなんで、おらんかったっけ？これこれ、投手がおるよね。投手がおるけん。下も倒さないからね。頑張れ、俺。回復がないけど、お前ならいけるぞ。うら、ずるいってそれ。どっから？弓兵か。こいつらか。お前、くそ、邪魔なんじゃもう。なんなん？
無理やん、間に合わんのよ。おい、回復者強い、悪運の強い、来い。ほら、よし、これでなんとか、これでなんとか。危ない、危なすぎる、ピンチ。邪魔やな。どっかに回復なかった？これこれ、ちょっと待ってよ、ちょっと頑張れ。そうそう、お前もうちょっと、ちょっと待ってくれ。投手倒そう、投手。これや、来い。あのさあ、マジでマジふざけんのってくれ。ちょ、やばいなこれ。ちょ、ほんまにえぐいな。なんか前もうちょっといい感じやった気がするんやけどな。どうやってしょったっけ前。いやー、ちょっと待ってよ。逆に標準のがええか。標準で移動16ついてるがええか。で、標準にするともう、微妙やな。標準にして洋玉にする、洋玉にするか。スザクはもう確定でいるけんな。これでいってみる。これでいってみよう。被弾が多すぎる。船を間違っちまったか。トロはどうだ。もう攻撃で、攻撃とチャージシュートでご了承してみようか。動かねえ。こんな感じで、いやー、これはきつい。こうなるんよ。いや、こうなるのよ、もう絶対ダメージ食らうんだから。オッケー、回復もらおう。そう、もうね、こうなるんよ、絶対。絶対こうなるけん。チャージシュートの使い方を考えたらいいんか。ちょっと、エボリューションがあったら、エボリューションなかったっけ、この武器。エボリューションあるよね。いや、いけるかも。もう、チャージシュートとチャージ6は封印するか。で、もうエボリューションで、攻めながら、チャンスがあったら、チャージ6とかチャージ5で、あ、チャージシュートで、ご利用していくっていう感じで多分ちょうどいいんじゃない？ダメかな？いやもうこれマジむず、マジむずいわ。うますぎやろ。いやまずい。ちょ待って、もうお前ふざけんなマジ。いや、やめよう。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これスザクは絶対いるわ。いやー、これこれでやるのえぐない？めっちゃむずいんやけど。いやー、でも遠慮で攻めるか。洋玉じゃなくてもなんとかなりそうやもんな。スザク、白虎、
空書は絶対いるよね。カッタンが欲しいところではあるんよ。カッタンが。けども無造重力ついてるけん、とりあえずいっか。これプラスカッタン欲しいよな。真空書捨ててみる。真空書捨ててカッタンにしてみるか。これでも危なそうやな。これでやってみよう。船を間違っちまったか。トロはどうだ。いや本当にね、ちょっと難易度高すぎるよこれ。このステージちょっと装備とアイテム枠が少なすぎて。あ、そうか、俺揚力じゃないか、いかんのか。お前マジふざけんなって。危ない。ちょっとこれでも結構、これ結構きついな。範囲狭いな。うわ範囲狭い。これはちょっときついかも。ちょっとこれドン引きレベルに範囲狭いね。いけるんかこれ。これで次情勢いきます。いやーこれでもね、ちょっとね、ほんともう一枠欲しいよ。もう一枠、もう一枠あったらもうちょっと楽できる。お前ふざけんなよ。あぶな。いやいいか、真空書いる。真空書いるって、範囲狭すぎるって。あかんなこれ。やっぱ真空書はいるんか。えぐいもん、この範囲攻撃範囲が狭すぎる。当たらんけんな。反撃の回数多くなってない。上がりだぜ。 OK、 もう取れ取れ取れ、頑張れ。いけるか。来い反射。お前もうこれ撃つさ、これマジじゃないんやけど、めちゃくちゃ腹立ったんやけど。これこのさ、敵の馬上攻撃の当たる確率高ない？チャージ6が遅いですね。軽いでもこんだけ割り込まれますか。おら、一丁上がりだぜ。道は開かれて、このまま逃げ切るぞ。オッケーオッケー、これオッケー。殿には指一本触れさせねえ。そう、これこれ、来るよ。こいつを倒さないか。対面に会いたいか。危ないですの。うわあ、きゅう、もうやだ。ちょ、やだ、もうやだ、やだ、やばいやばい。なんとか間に合ったぞ。危なすぎるやろ。いや、倒せ倒せ。オッケー。えらい勢いだな。その調子だぜ。オッケー。これか。オッケー。ギリギリ。
ギリギリ右まで耐えろ、右まで、右のところまで耐えたい。右のとこまで耐えたらこっちのもんや。危ないな。おらおら、あー鬱陶しい。こいつっとい、やっぱ酒井が一番鬱陶しい。お前よし、あぶの。オッケー、ここはよし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 。加工園、こいつなんか倒せんか。奇跡的に CA 隊長おる、 CA 隊長おる、 CA 隊長おる、怖い。オッケー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 、ポタ取った。で、テーフですね。あ、これいかんな、これ倒しちゃうかねえな。新鋭隊長と弓兵は倒しちゃうかねえな。もうこいつらはほんと先輩やで。なんでやねん、なんで俺がお前に負けるねん。 OK、 あぶれ。いや今の俺のが早かったろ。これで負けたら終わり。いける、きつい。戦国武装つってさ、攻撃しながらでも視点変えれたやん。あれができんけんな、ちょっとおかしなるよね、感覚が。癖で L1 を押してしまう。そう考えたら戦国武装つのあのシステムって結構優秀よね。優秀やと思う、あの視点が勝手に変わるシステム。手遅れにならずに済んだようだ。 OK、回復よし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 。で、ちょっと待ってよ。回復を取ろう。回復を。やっぱ武器の負荷が圧倒的に少ないっていうのも、やっぱユニーク武器欲しいな。ユニーク武器は欲しいところやな。よしよし、右まで我慢した。とりあえず一回右まで我慢すれば、あれが取れるんで、片子を取れるんで、そこまで我慢しましょう。危ない。嘘やろ、嘘やろ、お前クソったれ、マジで。それはクソったれすぎる。オッケー、これでちょっと、いやどうしよっかな。いやーこれは取った方がいいな、やっぱり一回。あ、取れんのか、回復がないわ。あったあった、これがある。怖い、出血邪魔邪魔、君ら邪魔。うい、来い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 。ここでね、あいつがおるんよ、超運と超飛がおって、あの二人が強いんよね。おい邪魔すんなよ。ほら来た来た来た、これが強いんよ。無双武将が嫌なんよ。何したあいつ、どこ行ったん。 OK、
オッケーオッケー。はい、次次行きます。遅い、足が、足が遅すぎる。アンピトにも止められぬ。やる気を感じられ、お前の足にまとめて叩き潰してやれ。移動20絶対欲しいな。どうにか迷ったよ。で、そう、こいつ倒そう。ビジック。おお、怖っ。よし、 OK OK OK、 回復回復。よし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 、 OK、 持ちこたえだ。あとは超運。頼むぞ。危なー。よし、やばいってー。危ない、後ろに寄る主人公が、後ろに主人公が、いや、これが、これはまずい。そうでね、あいつが来るんよね。消費だと、いや、ほんとおのれやわ。ほんまに来てほしくないやつばっかり来よる。よし、温存しといてよかった。これで超運倒すわ。もうここで倒す、絶対。乗るなよ、馬。なんでなぁ。こいつ、マジよ。この馬、うますぎるやろ。ダジャレじゃないよ。ダジャレじゃないよ。ダジャレではない。ダメージも入らんし。ああ、早っ、負けるの。あ、待って。ちょっと待ってよ。やばいやばい、やばいやばい、曹操がやばい、曹操が。曹操がやばい、曹操が。死んじゃう、死んじゃう。あがやん、守るやつおらんなったやん。あ、マジで、しくった。確かこれ、カンペも来んかったっけ。カンペ来たよね。うわ、来た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 。曹操を追うのだ、追い出せてはならんぞ。あー、くそ、マジで使ってしもた。うわ、倒しきれてないし。新兵隊長おらんか。ほら来た、やばいやばいやばい。ここにも兵を伏せておったか。やばいよ、こいつ倒していくぞ。あ、回復がない。すまね、回復がない。あった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 。ここまでだ。一丁上がりだぜ。ちょっと待て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 。そうそう、行き過ぎやろ、先々。あ、ちょっと待ってよ。ここら辺さ、覚醒いいね。使っていいとこか。よし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 。よし、追いかけろ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 。やばいやばい、追いかけろ追いかけろ。死んじゃう死んじゃう。至急救援を。待ていいや。はきも。バドルでは天下は。マジむずいけんなこれ。船を間違っちまったか。早いね。いかんねやっぱ負けるな。さっさと倒さないかんね。あのダラダラしょってる。よくないんやね。何
でいきなり無双ランブラお前。なんでお前がいきなり無双ランブラおかしいやろ。どけ。あーくそー。うざい。次行くぞ。で右までちょっと我慢する。女性倒して関東倒して東州倒して誰だっけ、シュチ、テーフ、テーフ倒す。これはまあむずいですよ。本当に本当に難しい。もう結構ぶっ飛んどると思うわこのステージだけ。天意のこのステージほんま難しい。なんでなん、なんでハマらんのけ。ああ、このチャージシュートもさ全然うら怖い。もう後ろから来ないでお願いだから。よし、上がりだぜ。はい、次下行くよ。頑張れ頑張れ頑張れ。体力少ないけど頑張れ。お前らならいける。俺がぶっ飛ばしてやる。おやっぱガードされた。きつい、一番きついガード。それ、ほんま、ほんまにええ加減してくれ。怖い、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 間に合え、間に合え。よし、くそ、一丁上がりだぜ。道は開かれた。このまま逃げ切るぞ。回復がないのよな。ここに敵増援部隊が。倒すよ。きついけど倒すよ。まずいですね。これ非常にまずいですね。危ない、酒井にはめられるとか言った。よし、いけるよ、なんとか間に合ったぞ。いけるよ、オッケー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 。回復ないか。オッケー、倒しとる。オッケーオッケーオッケー。よし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 、倒しとる倒しとる。素晴らしい。これなんとかテイクを倒さずに、撃破されずに、どんどん倒していかないか。うい、うい、うい、こんな感じで。うまく、うまく立ち回れ。うまく立ち回れ。やば、いかんな、ちょっと、丸ボタン押すの遅いな。反応遅いわ、俺の。引き察知能力が低い。もう見えんところからやってくんだよ。もうえ、まずくない？あ、もう頼むって本当に頼むって。船を間違っちまってな。
ちょっと待ってくれよ。いやこれね、ほんとこの難易度で一回ちょっとやってほしいわ。このステータスでほんまむずいこれ。やったわかるよ、この難易度でやったら。押し切れ押し切れ、うらここでどんだけ無傷で終わるかや。無傷、そう、ここでどれだけ無傷で終わるかでこの先の楽さが違うわけよ。回復がないけんね、この先は。新鋭隊長タオさん以外はいかに無傷で切り抜けるかよ。頑張れ。次は半将、誰やったっけ、女性か。よし来い、ここも大事。この馬との兼ね合いも大事よ。 OK、 こんな感じでスパッと倒す。で即無双ランドを貯めに行く。OK、 マジで、いいよ、うそ、あぶね。この当たり判定の違いって何なの？毎回気になるんやけど、どういう当たり判定の違い？よし、よし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 、オッケー、いい体力の落とし方、体力の持ち方いいね。これぐらいよ、これぐらい無傷でいかんと。おい、待て、落ち着け。よし、あかんな。よし、あぶっ。ずるいよなこれ。ずるいというか、なんかその見えんところから打ってくるのずるいよな。危ないよ、やめて。こいつ確かエボリューションないんよな。オッケー、いい感じですね。今回いいですね。今回ここいいですね。このまま逃げ切るぞ。絶対死にたくない。後方部隊来るけんね。後方に敵増援部隊が。よし、あぶえ、遅すぎる。どけ、敵多いんじゃん。それガードされるのきついよ。ガードというかそれを反撃されるのは。ほら、これが最後の。オッケー、よし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 、上行くぞ。これで通し、あとはどれだけ、あとはどれだけ味方を倒ささず自分が被弾せず全てを無事に終えるか。全てはこれにかかってる。いや、それずるにやって、それに気づかんのよ。あぶなー。オッケー、どこ行った。よし、ここは俺に任せてください。よしよしよし、恩に切るぞじゃない。一旦落ち着け、お前は先倒すぞ。
も危ないね。落ち着いて。ほら、うわ、怖っ。怖っ。えい、もういちょ、もういちょ、もういちょ。やばい、あぶえ。よく持ちこたえだ。今のはいい判断。来るのが分かっとってもさ、それまで出しとる攻撃のさ、硬直とか余韻時間が長いけんさ、なかなかうまいこといかんねんって。想像よりもうまくいかんけんね、このガードって。多分やりよる人は分かると思うけど、4のこの余韻の我慢がね、なかなかできない。ここにも兵を伏せておったか。 OK、 これでちょっと待ってよ。一旦曹操はちょっと任しといて、こっちも回復していこう。そうか、ここにも回復あるんだな。テイクで、深部。危ない。うら、ほい。おわ。まずい。まずい。くそ。せっかくの、せっかくいい感じで無傷じゃないけど、いい感じの。ダメージ量を保っとったのに、いらんボンミスした。ああいうボンミスが続くとちょっと厳しいです。危ない、今のガードされるか。おお、怖っ。これ結構範囲広いよね、前方の。OK、 OK、 回復。よし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 、よし。で、長雲と長飛をできたら一緒に倒したいよな。それが難しいよ。こいそうそう、はい、逃げろ。いい感じに倒してやってるぞ今。でこの右の片方はちょっと温存で置いときましょう。超枯れ強このステージ。頑張って。わしならここに兵を置くがな。フラグ立てんなって自分から。ほいや。超死流。うわ、危ない。超死流のやりさばき。ずるい、ずるいよ。いや、厳しいね。でまだ片っぽっていいよ。嘘だろ。オッケーいい、全然いい、全然いい、いいよ。まだ全然全然許容範囲、これぐらいだったら。オッケーで、これ超飛も来るんやけん、こっから。あれ、どこやったっけ、これか。なーいか、これが。わしくたびれたぜ。超飛だと。いいところ取りに行こう。OK。そういうことじゃない。
ならずに済んだか。そういうことじゃない、ちょっと落ち着いて落ち着いて、俺が思っとったのはそういうことじゃない。もういっちょ、すげえな。オッケー、終わりかよ。ちょっと待ってね、オッケー、でこれ取る、一丁上がりだぜ、これを取る。あ、いいんじゃない、結果の結果オーライ、結果オーライ、結果オーライ。まとめて叩き潰してやれ。いっちょ、オッケーオッケーオッケー、素晴らしい、すまねえ、素晴らしいです。ここまで、あ、いいいい、今回いいです、今回なかなかいいよ。こういう倒し方をしたかったわけよ。俺たちも手柄を、で左にも片甲とあと武器あるんで取っときましょうか。今だ、攻めかかれ。でここら辺にカンペが出てくるね。確かに。待て、総統、拙者が相手だ、拙者が相手だ。ここにも兵を捨てておったか。よし来い、弓兵を倒した、うるや。いや、それそれ強ない、なんか、あ、まずいな、ちょっと待てよ、あ、ちょっと待てよ、急に急に強い敵が。しゃ、総統を追うのだ。よっしゃ、逃がしてはならんぞ。よしよし、ね、カンペね。それ以上は許さぬ。ちょっと待って、ちょっと待って、もう遅い、動きが遅い。そうそうそう、大丈夫か。これはやまずいですな。あぶい、ちょっと待って、片子片子、これは片子いる。飛行の部頼りにしている。危ないですね、危ないですにゃ。なんで、オッケー、お前ちょっといらんことすんな、今止めたい、動き止めたいけどセレクト押せ、セレクト押す暇がない、うら。よし、とりあえずいいんじゃない、とりあえず。とりあえずいいよね。よしよしよし、これで上の武器取っとこう。いや、これ結局使ってしまうよな、結局こうやって使ってしまうよ、片甲を毎回毎回。上の方にもなんか来たよね、人一人、誰か来んかったっけ。上で護衛してから下行ったら分かったけど、これ多分なあんまりダラダラしようと倒されそうやね。報告、前方に関羽が待ち構えています。カンウは義に厚いよ、殿の恩義に勝る武器はありません。いける？倒せる？逃げろ。我が名脈、ここで尽きるか。お主が去った時、わしの運命も定まったのやもしれんな。行かれよ、拙者は防音の戸にはなれぬ。
曹操殿が再び龍玄徳に適した時、その時は切らせていただく。その時は切らせていただく。ということは今は切らないでおいてやる。あ、間に合わん。間に合わんかった。もう天意では無理だわ。天意ではもう追いつけ。絶対無理。曹操殿、これさ、龍美ってさ、なんかめっちゃ背後おらんかったっけ。2人か、2人やけど鬱陶しいよな普通に。当選というなら力づくで通るのみよ。危ないな。おい、あー、遅い、足が遅い。もうやる気出せお前は。オッケー、少々我慢、少々我慢ぞ。そう、これで孫権がね来るはずなんよね。こっち側に来んかったっけ。なんか追いかけてきたような気がするんやけど。怖いって。ほら、うわっ、こんにゃろ。よし、うい、陣の世を迎える。さあ来ました。そなたを倒して私は進む。私は戦う。そう、ここまで来といてよ。残念です。ここまで来といて、あとは曹操と配下武将に任せよ。よし、多分死にゃせんやろ。死ぬ？しないよね。大丈夫やろ。大丈夫よ、絶対大丈夫よ。だってこっちには2人やろ。で、巨長に文兵もおるよ。死なんと思うよ。これで粘ってもらいながら右下倒していこう。四季、ごめん、四季見よ。四季、四季、ほら劉備ゼロやけん。あ、いけるいける、余裕で。あいつらは倒せんけん。総大将はこれ一旦置いといて。ちょっと寒いな、エアコンが寒すぎる。着いたら着いたら激寒ないね。我が軍の強さ刻みつけよ。近い、言えるはずや。これ今風量なんぼや。静かで。これか、まとめて叩き潰してやれ。さあ3人おるけんね。3人おったら倒せるはずよ。3人ここで死んだらマジでバカ。ここで死んだら俺結構萎えるわ。なんでなん。ほら来い。うそんな。いや、いや、いや、この4撃目が当たらんな。4撃目がマジで当たらん。むず。OK、1人目。次。こいつロシュークと、ロシューク、もう遅いのよ。衝撃が、え、倒したよ。あ、倒せるんや。あ、これもしかして逃げて終わり。これ逃げて終わるんじゃない。あ、これ逃げたら終わりやったっけ。あ、終わったわ。ごめん、逃げをしました。終わりました。なんかわからんけどクリアできた。よかった、やったね。難しかったこれ。うわ、合計で何回負けたよ。
前の時も 4,5 回負けたけど10回ぐらい負けた。九死に一生を得たとはまさにほんまですね。九死に一生10回ぐらいチャレンジしたもん。九死に一生よ、この層も本当に石液の土くれとなっていたであろうな。難しかったですこれ。わしを生かしておいたことを後悔させてやらねばなるまい。アクライユ、その時は今まで以上に働いてもらう。任せにしないよ、もう終わりやけどな。終わってまうけどな。残念なことに、いい武器来い。いい武器、めっちゃ上がった。見て、めっちゃ上がった、ステータス。うわー、弱。弱くはないんやけど。あ、これいいな。標準の無双19、無双14。重いはいらん。あ、そうでもなかった。そんなに強くなかった。残念。新しい護衛一国の秀才の、なんで天下の奇才来いよ。さあ、ということで、天意の第6ステージ終了です。これで終わりですね。エンディング見ましょう。はい、ちょっと音切ります。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。天意、陳留軍紀呉県の人、義侠心を重んじ、常人に倍する腕力を誇る。早くよりその豪遊ぶりを世に知られた。罪を犯して山中に隠れていたが、下降遁に見出されて曹操の側近となった。以後曹操のそばを片時も離れずに身辺を警護し、戦場では大斧を振るって閃光を上げ続けた。曹操は任務に忠実な天意を可愛がり、古の猛将アクライの再来であると称えた。やがてその名は天意の勇猛な戦いぶりとともに天下に広く知られるようになる。建安2年、天帝を包帯して勢いに乗る曹操は長州の夜炎上を下す。しかし降伏したはずの長州が突如曹操の本陣に夜襲を仕掛け、天意は曹操のもとへと急いだ。天意は曹操を逃がすべく敵軍の前に立ちはだかって奮戦する。全身に傷を負いながらも押し寄せる敵兵を蹴散らし、曹操最大の危機をただ一人で救った。この戦いを経て曹操はますます天意への信頼を厚くした。天意もまた忠義を尽くしてそれに応え、その後の曹操の覇業に大きな功績を残したのだった。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でも強い輝きを放ち続けている。はい、ということで、天意の無双モード終わります。難しい難易度、めっちゃ難しかったね。最初はそうでもないんやけど、やっぱここら辺ぐらいからやな、可否ぐらいから化け物みたいに難しくなったな。ここやばかったもん、本当に。めっちゃもうマジで今回5回ぐらい負けたことない。4回か5回ぐらい負けて、その前も半月前も取ろうとして4回か5回負けて、最後に曹操が九死に一生って言ったやん。ほんまに九死に一生ぐらいの確率よ。あのステータスでやってみて。マジむずいけん。よし、やっていこう。やっていこうじゃないか。エンディング見ましょう。
あ、死ぬ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 よ。急やな。いやでもこういうエンディングがいいよね。かっこいい、かっこよすぎる。こういうエンディングが見たいわけよ俺は。常に常にこういうエンディングが見たいのよ。戦国無双がね重すぎるのよ、いろいろと辛い。まあ、ちょっと多分ねリアルに寄せたエンディングが多分多いんだと思うんですが、まあ面白いですね。こういうエンディングをどんどん見ていきたいと思います。はい、ということで天意の無双モード終わります。長かったです。1時間3分ぐらいありましたが、まあ、とりあえずノーカットで出そうかなと思ってますんで、まあ、飛ばした方は飛ばしながら見てください。はい、じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。バイバイ。